い、今日はポルトガル風のタコご飯を作っていきます。まずは鍋にオリーブオイル大さじ1、玉ねぎみじん切りにしたものを4分の1ぐらいの玉ねぎ炒めていきます。はい、これに洗わないお米を2合入れて炒めていきます。お米が透き通ってくるまで炒めたら、タコのみじん切りにしたものを加えていきます。さっと炒めたら、お水2カップ、塩を少々、軽くかき混ぜたら蓋をして弱火で13、4分炊いていきます。炊き上がったら火を止めて、タコの1本だけ薄切りにしておきます。そのタコの薄切り、ケッパーのみじん切り、黒オリーブのみじん切りを入れて、蓋をして5分ほど蒸らしてください。蒸らしましたら塩コショウで味を整えて、器に盛ってパセリを振ってレモンを添えて完成です。簡単な料理、毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。